アイビーに回復系は刺さるね。バーメ心理はやっぱバーメはね、あの距離はあるけど2回回復できるのが本当に強い。アビキオでスパチャ童貞卒業してしまったらどうしよう。いや、お前が卒業したのは処女だよ。童貞じゃない。お前が卒業したのは処女。処女をね、卒業したんだよ。おめでとう。今日はお赤飯だね、きっしょ。本当にきしょい。まさかのメス。え、何言ってるの？処女は男でも女でも卒業できるだろうか。ちょっとやめてよね。そのなんかもうその偏見。処女は万人なんだよ。これだからね、チンチンはダメなの。処女だけは守らせて。守ってどうすんの？そんなくだらないもん。早く売り払えよ。人類に等しくついてる唯一のものでしょう。穴。だから、やっぱ死は平等でしょ？それと同じように、処女も平等なんだよね。Oh my goodness。えら、マジで。オッケー、そっち行ったわ。取り前場。まるで自分が追われているかのようなね。あれを。早く逃げていいです。800円で捨てれる。そうだよ。800円で捨てれる。ためでちょっとそう、回復した2割に。さすがアビキョウさんの夜配信って感じ。そうかな。まだそんなに、なんかもう、処女とか童貞でちょっと下ネタって言われるのはもうちょっとほんと心外？もうそんなこと言われたら何も喋れないヒステリック下ネタ妖怪もうそんなんで下ネタとか言われたらもう何も喋れないやばい、自分で笑っておしっこ漏れそうになっちゃったチンチンとかマンマンとかで下ネタ言われたらもう何にも喋れないダメだ、気に入っちゃった、ヒステリック下ネタ妖怪。いや、正直でも下ネタかどうかってとこあるよね。だからそれって暴言中にとってバカとかアホが暴言かっていうことじゃん。わかる？じゃあ辛いもの好きな人にとって、柿の種って辛いものに入るのって入らないじゃん、やっぱ。まあ最低でも辛ラーメン、蒙古タンメンぐらいからじゃん。なんかその、アラビアータとかでなんか激辛とか言われてもみたいな。え、もうすっごい辛いみたいな、さすがですね、本当に辛いの得意なんですねってさ、柿の種食ってる時に言われても、せめて蒙古タンメン食ってる時に言ってみたいな。気にならん？そんなことない？僕だけ？それ。って思っちゃうんだよね。もうそんなんで辛いとか下ネタだとか言われたらさ、ほんと何もできないっていうかさ。危ねえ。解読中止、助けに行くとだけ申し上げましょう。俺に任せろりだよ。これこっち襲いに来る可能性ビレゾンすぎるから。おお、暴れ。いや、全然暴れてないんだって、まだ。もうダメだ。みんなの基準に合わせてたら、俺自分のこと見失いそう。もうほっといてくださいヒステリック少年妖怪、ダメだ。面白すぎる。気に入っちゃう。わさびは辛いもので入りますかって、入らない。こんなのは。サラダ油はローションになりますかみたいなこと言うな。コーラで妊娠防ぎますかみたいなこと言うな。できるわけないだろ。うわ、めっちゃ詰まった。ラグとだけ申し上げておきましょう。俺が守る。俺が守るからな。これ俺に爪がついてるから、ちなみにだけど。俺に爪がついてる。早く逃げや。早く逃げや。ギリギリでいつも生きてみたいカバーポンポンリポペンプリピールポリペンリポンペンわーおなんとかなりませんか。はーおその涙嘆く未来へのセプサー思いっきりぶち破ろうリアルを手に入れるんだ静かに。あねえ、おしっこ漏れる、本当に本当におしっこ漏れた今。もうカラスよりカラスみたいな声出てたしね、今ね。びっくりした。え、なに？もう、信じられないほど楽いけど、俺だ！俺！あ、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 痛い！
ね、もう死んでるか死んでないかも分かんないぐらいラグいから。カラスついたやつから出ろ、カラスついたやつから出ろ、カラスついたら出ろ、カラスついたら出ろ、出ろ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 って出ないんだよね、出ないのよ、出ないんだよ。ならいいけどね、別に。何なんすか、あぶねえ、マジでおしっこ出るとこだった、ほんとに。全然抵抗なかったな。これまた船酔いでしょ、かわいそうだね。あー、これ海岸ゲートだ。傭兵、傭兵会議。あ、悪夢さん、え、滅びだと噂の。わあ、絶滅危惧種と遭遇した、やばい、保護しなきゃ。ラムサール条約に反しちゃう、これ悪魔のこと飼っちゃったら。悪魔じゃねえや、悪夢のこと。ラムサール条約で多分保護が世界的に義務付けられてるよね、悪夢って。リボーン、リボーン履修済みだね。戦国バサラ、リボーン、ディーグレーマンあたりは通ったね。抵抗感全くない、いや、そんなもんでしょう。まあ、新しいものに抵抗感を感じる瞬間が多分みんなそれぞれ来ると思うのね。うわ、そんなのやるのみたいな。それがね、あの、老害の始まり。うん。老化の始まりだね。なんかその体がどうこうとかっていうのも、まあもちろん肉体の老化としてはあるけど、精神の老化としてはやっぱ新しいものに抵抗を抱いたとき。まあ僕で言うならば、B リアルに対して抵抗を抱いたとき。あそこでね、俺は、老人になったんだよね。いや、今全然ないでしょ、キャラソン文化。やっと第五人格でイタカが歌ったぐらいでね。VTuber になりたいんだよね。VTuber 貯金しないといけない。まあこれ池だからね、脳幹刺さないだろうな、普通に。まあでも池吐かせるだけ偉いみたいなとこあるから、いいっちゃいいけど。で、黒歴史ぶっ刺さり時期。いやもうね、もうなんか乗り越えた、なんかその黒歴史みたいなところすらもうない、別に。生き物のなんか成長過程としてなんかそういう恥ずかしい時期っていうか、まあ別に恥ずかしくもなんともないな、もはや。なんか黒歴史黒歴史騒いでるのを もうなんか温かい目で見れるようになったねーって。あー、もう老害化しちゃってるね。うん、もう B リアルにすげー抵抗感抱いたからね。あの、親戚の子供が B リアルやってるって言ってちょっと眉間にしわ寄っちゃった時に、あー、これ老害だなーと思ったわ。悪夢全然、悪夢クソむずいよね。強いけどクソむずい。池吐け、池吐け、池吐け。あ、違う、あれ暗号機にあるのか、カラスが。ドゥーンで間に合うんだ。ドバ。いや、でも傭兵無傷でっかいわ、それ。でっけでっけでっけど。だってもう、うっせぇわが何年前？もう。もうそんな感覚だもんな、時間感覚が。うっせぇわまだ去年ぐらいだと思ってるだろ。もう4年前ぐらいじゃないの、うっせぇわって。やばいな。うっせぇわ4年前やばいな。ついこの間ツイッターで、なんか子供がうっせぇわにハマって、なんか口調が悪くなってるのですごく悪影響ですみたいな、給食の時間にうっせぇわ流すのやめてくださいでもみたいな。そんなのがなんか発生したかしてないだかで、なんか PTA みたいなのがギャスカギャスカ騒いでた記憶しかないんだけど。なんかそんな記憶ばかりがほとばしってな。困ったもんだよ、本当に。出し惜しまないって決めたからね。出し惜しむなよ。出し惜しむなよ。ルイの乗り越え方おもろすぎるんだよな、普通に。え、これいつまで残んの、これ。わーお。俺の最後の1台、解読頼むでー。 76% ね。はい、はい、携帯してほしいです。はい、ゴー。うわー、潰れてる、1枚板が。板が1枚潰れてることで有名。ハッチなし、ハッチなし、ハッチなし。オッケー、一旦ね。一旦ハッチなし。一旦ハッチなしで。終わるよね。いやー、これね、半ダメだとダメなんだよね。うわ、あそこだー。撃て。撃て、空軍。
もうちょっと持たなきゃいけなかったな。なんか見失ってるんだけど。でかっ。でっかいでっかいでっかいどー。あなたが思うよりでっかいどー。はーい。ワンチャンこれ逃げれるんだけど。ノーワン切れるまでだと40秒でしょ。ちょっと待って、マジでワンチャンあるんだけど、これ。脱出口こっちやっけね。クグンちゃん。うわぁ、無理かー。うわ、惜しい。ハイズリでなんとか出れないかな。マジでいけるくない？マジでいけるくないか、これ。はぁ、あ、やばい。まっすぐ前だけ見て、まっすぐ前だけ見て。はい、よっしゃ。配信切れた。携帯投げたせいで、携帯投げたせいで配信が切れた。ナイス、3逃げー。Thank you.